どうもこんにちは。今までですね、なるべく安くキャンプ用品を揃えたいということで、100均によく行ってたんですけれども、結構ですね、100均でもいいものってたくさんあるんですけれども、その100均の中で買ったはいいがあんまり良くなかったっていうものがありましたので、今回ちょっとご紹介したいなと思います。それがこちらなんですけれども、まずは動画をご覧ください。はい、動画の中でですね、登場してきたこの鍋、これ確か150円か200円で、多分150円だったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ安さにつられて買ってみました。で、買ったのはいいんですけども、ちょっとですね、これ何が良くないかっていうと、お湯を沸かしたんですけれども、お湯がね、全然沸かないんですよね。もうすごい時間かかっちゃって、多分熱伝導率が良くないんだと思うんですけども、なんか良くないんでしょうね、熱の伝導率が。まあそんなに大した量のお湯は入れてないんですけども、お湯を沸かすのに多分どれぐらいだろう、だいたい20分から25分、もしかしたらもうちょっとかかったかもしれないっていうぐらい。直火でやってるんですけども、なんか本当にお湯が沸かなかったですね。で、それとこれってですね、今ご覧いただいた2つの動画でしか使ってないんですけども、2回目の焚き火台ですね、焚き火台でやった時にですね、この辺がもう何て言うんでしょう、すすだらけというか、になっちゃいまして、で、わかるかな、もうどんどんね、剥がれてくるんですよね、塗料が。まあさすがにですね、150円なのでこれ以上のね、性能を求めるっていうのは結構酷だと思うんですけども、ちょっとこれはですね、現実に使うとなると、まあ、安いんですけどちょっと厳しかったです。使えないことはないんですけども、時間もかかるし、まあ、何よりこの1回2回使ったぐらいでだんだんダメになっていっちゃうので、もしですね、キャンプ用品とかで、こういう鍋を100均で買おうと思ってる場合はちょっと注意が必要なんじゃないかなと思います。でですね、まあとりあえず100均はちょっとやめようということで、今回はですね、新しくニトリでですね、鍋を買いました。そっちも安い鍋なので、だからいいっていうわけでもないと思うんですけども、まあ、多分これよりかはマシなんじゃないかなと思ってます。明日なんですけども、今年初めてのキャンプに行こうかなと思ってます。今年初めてのキャンプということで、キャラメルちゃんも一緒に行くことになってます。またね、いろいろ面白い話をしてくれるんじゃないかなとちょっと期待してるんですけども、で、実はですね、ちょっと前に新しいテントがようやく届きました。新しいテントもですね、また動画にしますので、ぜひご覧いただけたらなと思ってます。今回思ったのはですね、調理器具って、まあ、安くてもいいものはあるとは思うんですけれども、どうなんだろう、いくらかやっぱりお金をかけないと難しいんですかね。で、明日行くキャンプなんですけども、敷布団と羽毛布団と毛布、これを持っていこうかなと思ってます。やっぱりそろそろ寝袋もいるのかなっていう感じもしてるので、寝袋もですね、また新しく買ってレビューしたいなとは思ってるんですけども、今回は敷布団と毛布と掛け布団、これでですね、テントの中で寝たいなと思ってます。ということで、次回の動画はおそらく新しいテントの初披露ということになるんじゃないかなと思います。また見てみてください。それではまた次回に。